パリパラリンピックのテコンドー女子47キロ級で難民選手団のザキア・フダダディ選手が29日、銅メダルに輝いた。難民選手団が初結成された2016年のリオデジャネイロ大会以降パラリンピックでメダルを獲得したのは初めて。難民選手にとってはパリ五輪に続く快挙となった。アフガニスタン出身のフダダディ選手は、 女性に対する抑圧で知られるイスラム主義勢力タリバンに翻弄、翻弄された競技生活を送ってきた。3年前の東京大会では、アフガン初の女性パラアスリートとして出場が決まっていた。だが、大会直前にタリバンがアフガン全土を掌握し、参加が危ぶまれる状況に陥った。ビデオメッセージで世界に助けを求め、フランス政府などの支援で参加が実現した。 母国には戻れず、フランスに逃れる道を選ばざるを得なかった。言葉も通じない中、一時は家族と離れ離れの生活で、身の危険を感じるような脅迫も受けた。それでも、自分を強くしてくれたテコンドーを諦めたくなかった。希望と信念があったからこそ東京に、そしてパリにたどり着くことができたと振り返る。この日の試合では、地元の大歓声も味方につけた。 毎試合でザキやコールが沸き起こった。フダダディ選手はメダルを取るのが夢だった。今日私は夢の中にいると言葉を弾ませた。一方で苦境に取り残された人々にも思いを馳せ、このメダルを全世界に送りたい。私の国にも世界中のすべての少女、女性、難民たちにも自由が訪れることを願っていると述べた。子供の頃、 いじめを避けるためにスカーフで左手の障害を隠していた少女は苦難を乗り越えて夢を実現し世界の大舞台で新たな歴史を切り開いた。森井祐一